はいどうもプロボーラーの川添翔太です。本日も翔太チャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですねハイスポーツ社最新作のストーム DNA シリーズ DNA コイル2を紹介したいと思います。ボールはこちらです。はい、 DNA シリーズ最新作の DNA コイル2となります。今回レイアウトはこのようにさせていただきました。はい、ピンアップですね、5インチ、4インチ、2インチとピンアップでレイアウトさせていただきました。はい、今回このボールのスペックの紹介なんですけど、コアはですね DNA シリーズということでスーパーコイルコアとなっております。 RG が 2.47、 デルタ RG が 0.053 の非対称のコアとなっております。そしてカバーストックなんですけど、ストームで一番強い EXO パールリアクティブとなっております。前作の DNA コイルも同じ EXO パールリアクティブとなっております。そして表面仕上げはリアクターグロスのポリッシュ仕上げとなっております。まあ、今回ですねあの大人気でした前作の DNA コイルと同じスペックのボールとなっております。ただですねカラーリングが変わって配合率も微妙に変わっておりますので、その分ですねどう動きが変わるのか早速ですね投球していきたいと思いますので最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは早速いきたいと思います。今日はですねハイスポーツ社最新作の DNA シリーズ DNA コイル2を投球していきたいと思います。さあどのようなボールなのか早速いきたいと思います。わーやっぱいいですね。やっぱ DNA シリーズということでやっぱスーパーコイルコア非常にですね投げた印象としては転がりのいいコアとなっております。やっぱりねこのスーパーコイルコア非常にですねやっぱ転がりのいいコアとなっております。わーやっぱピンに当たった時の力強さをねやっぱ感じます。スーパーコイルコアにカバーも EXO のパールということで強いコアに強いカバー非常にですねやっぱピンに当たった時の力強さを感じるボールとなっております。今回でですね DNA コイル2は実はですね前作の DNA コイルと同じスペックなんですよね。なんですけど投げた印象としては前作よりもバックエンドの強さを感じるボールですね。わー前作よりも手前の走りが良くてバックエンドの力強さを感じます。前作の DNA コイルはどちらかというとこう持続的にこう曲がり続けるような印象だったんですけど、コアがかなり低慣性なんですけどバックエンドでフリップ感のある曲がりとなっております。今回のですね DNA コイル2の方が前作よりもですね曲がり幅転がり感はあんまり変わらないんですけど、曲がり方がですねバックエンドで曲がる動きに感じますね。手前の走りはねやっぱパールでポリッシュなので強い子は強いカバーといっても手前の走りをしっかりと感じるボールですね。まあ、ですので少し手前がないコンディションなんかでもしっかりと奥で曲がってくれるリアクションをしてくれるボールなのかなと思います。そうですね前作は前作で使いやすくてすごく良かったんですけど、今回の方が攻撃的にバックエンドでしっかりと曲がる動きに感じますね。わーやっぱ曲がり幅大きいですよ。まあ、ちょっとね先ほどよりも外に膨らんだんですけどしっかりとね曲がってきますし、この曲がり方がですねかなり力強さを感じるボールとなっております。いややっぱりねこのスーパーコイルコア転がりがいいので今回ですねパールでポリッシュ仕上げなんですけど非常に安定感のある動きに感じますね。わーあのピンアクションですよ。これがストームです。やっぱりね動きがねいいのでピンアクションが非常にいいんですよね。今みたいにやっぱメッセンジャーが飛んできたりピンに当たった時のやっぱ力強さが全然違うなという印象です。
いや、やっぱああいうメッセンジャーはね、心強いですよね。そしてやっぱね、カバーストークはこの EXO のパールということで、かなり強いんですけど、パールなので非常にキャッチが良くて走りもいいですね。やっぱ曲がり幅が大きいです。本当メインボールとして抜群なボールですね。走ってしっかりと奥で曲がるボールが欲しい方にもう本当におすすめなボールとなっております。いや本当にね、曲がり幅が大きいんですよね。なのでポリッシュ系で曲がるボールが欲しい方はぜひね、このボールを買っていただきたいなと思います。あー曲がる。 DNA コイル前作よりも本当ね、オイルがなくなってからの曲がり方が非常にいいです。前作は本当ね、オイルがなくなったところからでもこう持続的な曲がりをしてたんですけど、今回はね、急激にこう向きを変えるような力強さを感じるボールとなっております。はい、今度はですね、あまり曲げず外からですね、投球してみたいと思います。わー、やっぱピンアクションがね、本当にいいです。薄めの、ね、やっぱアクションも、ね、いいんですよね。やっぱポリッシュ系なのでバックエンドでしっかりと曲がるのでですし、やっぱ外から、ね、投げた時でもパールでポリッシュなので非常に走りがいいんですよね。なのでしっかりと奥でリアクションしてくれるボールとなっております。今回はね、幅広いボーラーの方に、ね、気に入って使っていただけるボールなんじゃないかなと思います。走りいいですね。 EXO でキャッチ強いんですけど、どちらかというと手前から曲がるというよりはバックエンドでオイルが薄くなったところからぐいぐい曲がるような動きのボールとなっております。本当ね、こう手前の走りがね、いいですね。ゆっくり投げるとやっぱキャッチがいいカバーなのでしっかり曲がりますし、スピード上げるとね、結構走りのいいボールに変わりますね。あのアクションですよ。なかなかね、やっぱり、ね、メッセンジャーって何回も出ないんですけど、まあ、今回のね、この10球ぐらいの中でもこうやって2回目なんですけどね、それほどピンアクションでいいボールとなっております。はい、今度は逆にですね、スピード落としてオイルの多いところからですね、投球していきたいと思います。さあどうか。やっぱりね、手前の走りはね、本当いいです。で、やっぱバックエンドでこうしっかりとね、曲がる感じがやっぱ出てるボールとなっております。今回ですね、コアもカバーも強い、スペック的に見ると強いコアとカバーなんですけど、パールでポリッシュ上げなのでスピードのない方でも非常に使いやすいボールとなっております。天秤の飛びいいですよ。あれだけスピードを抜いてゆったり投げて幅を取ってもしっかりと天秤が倒れてくれるので、まあね、こうメインボールで走ってしっかりと曲がるボールが欲しい方には非常にね、おすすめなボールとなっております。さらにですね、やっぱりスーパーコイルコアなので転がりがよく使いやすくて、手前の走りがよくてしっかりと曲がるボールとなっております。それではローアングルから投球していきたいと思います。Thank you.
ということでご覧いただきましてありがとうございました。今日はですねハイスポーツ社最新作のストーム DNA コイル2を投球させていただいたんですけど、投げた感想としてはですね、前作の DNA コイルと同スペックなんですよね。なんですけど投げた印象としては前作の DNA コイルよりも奥の動きはしっかりと出てるなという印象です。前作の DNA コイルはどちらかというとこう持続的な曲がり、こう転がり続けるようなパールなんですけど、あまりキレを感じない動きだったんですけど、それに対して今回の DNA コイル2は、まあ、手前の転がり感は似てるんですけど、バックエンドでのフリップ感がですね、前作よりも非常に良くなってるなという印象です。まあ、これはですね、やっぱりカラーリングが違ったり、微妙にパールだったり素材の配合率が違う分ですね、今回の DNA コイル2の方がバックエンドの動きがですね、しっかりと見える印象がありますので、まあ、DNA シリーズ好きな方もそうですし、メインボールとしてですね、今回の DNA コイル2は手前の走りが良くてバックエンドの力強さをかなり感じるボールとなっておりますので、ぜひですね最新作の DNA コイル2投球していただきたいと思います。はい、ということで本日もショルチャンネルご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひですねチャンネル登録と高評価の方もお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。